アドモリズムタカです。はい。久しぶりちゃうこのグラウンド。久しぶりです。久しぶりですね。めちゃくちゃ久しぶりやな。1ヶ月ぐらい使ってなかったからね。ホームなのに。ホームやね。まあシじゃあシリが怪我してた部分もあったらしい。あんま出てなかったな。アウェー戦が続いてたんで。はい。じゃあ今日ホーム戦ということで。はい、今日は何？スペシャルゲスト呼んでます。マジなスペシャルゲスト。もうあの、マキューメイトが違う。もうガチなスペシャルゲスト。お願いします。梅彦かな。よし。脇本康生選手です。お願いします。お願いします。お願いします。はい、現岩手グルージャ盛岡の、脇本康生選手です。はい、これね僕たちの、ユースの同期のキャプテン。キャプテンです。キャプテンです。キャプテンです。はい、で、噂によると。J2 に昇格する、ね、おめでとうございます。おめでとうございます。ほんでクビになったの？いや、ギリありますじゃあ来年も来年も J2 で来年もはい、そうっすね、はい、うわー、すごいわ。素晴らしいね。ありがとうございます。おめでとうございます。で、今回もう一人います。もう一人、チリの方から。え、マジ呼んでいます。バスケス？違います。チリの方から呼んでます。ビダル？違います。サンチェス、来ていただきましょう。お願いします。無視すなお前。誰がモアイぞ。誰がモアイぞ。インスタートからそれ中学校の時は圭吾くんしかわからない。サンフレッチェ広島の野津田岳人選手です。お願いします。お帰り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 。発表されてましたね、サンフレッチェ広島に。お帰りは1だよ。いやー、すごいよ。 J2 の選手と J1 の選手ですから。今日豪華です、はい、今日豪華です。ガチやったな。ガチやった。でもガクトに関してもあユースの一個下の後輩やけど、まあもうここはここ全員同期、まあ、みたいなもんね。同期やね。うん、同期みたいなもんやな。でもお前が言うこと俺らが言う言葉やな。そうや、まあ、中3から入ってたんで。そうやな。はい、はい、今回やる企画はルーレットシュート対決。やったことある？ないです。ですよね。ないでしょ。ルーレットないでしょ。まあまあまあ簡単に説明したら、じゃあクロス上げるやつがおって、でシュートする部位を部位ね、体の部位をルーレットできます。ただそれだけ。右、はい、左、頭、膝、かかと、かかと、ジャンピング。ジャンピング。体が浮いてる。ジャンピング。軸足が浮いてればいい。ジャンピングボレーって感じ。ジャンピングはもう体が浮いてればいい。なるほど。ヘディングありですか？ジャンピングヘッド。いや、なしです。なしです。お、1人5本打ちます。はい、はい、はい。じゃあ今日はこの5人でバトル、ね、チーム戦じゃなくて。うん。うん、じゃあドベは何ですか？ドベは何？お昼ご飯ですか？お昼ご飯じゃん。お昼ご飯ですね。ドベは。お昼ご飯。まあまあ行くぞ。あのカメラマンと。まっちゃんの分も。まっちゃんの分も。いいですね。全員分を。ごちそうという。行きましょう。絶対しげくんや。クロス練習。順番決めよ。キーパーまっちゃんです。 PK より後ろにする。あのガクと中学生同級生で慶應の大学の後輩です。すごいよ今日豪華。スタート。まず順番決めよう。イングランド式ルーレットね。個人好きすぎやろ。1人5本だからドーベにならなきゃ。うん、なるほど。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。2番、3番、1番。俺らよ。4番、4番。よし、あげ、じゃけ、ファイ。1、5、はい、こいしょ。1、5、1、5、1、5、1、5、1、5。なんでや。1、くれ。じゃあ、1。おー、いいね、いいね。クロス選べる。あ、そう、クロス選んで。別に、変なボール来たら全然打たんでもいい。絶対慶吾くんだよ。え、全員来るよ。どっちがいい？どっち？非常全員来る。引く前に決めんといけん、どっちか。引く前にもどっちか決めんといけん。青、あちゃち。で、黄色は点より後ろ。で、シュート。いくよ。でん。待て待て待て、落ち着け落ち着け。はい、しょるしょる。はい、来ました。ジャンピング。もう言うなよ。言うなよお前。ジャンピングです。でももう一球目はジャンピングです。ジャンピングヘッドもあり。最初言ったやろ。ジャンピングヘッド。できんの？ナイスボー。怪しい。見て。怪しい。まず別ゲーム。
もやろうとしてる。なんでやろうとしてんの。なんでやろうとしてんの。今のゴールっすか。できんの。ナイスボはい、待って。あ、じゃあ2球目、2球目、2球目。飛んどったね。どこがやねん。あの黄色の点よりマジダメ。どこがやねん。あれ、あ、いやいや、行きましょう。あ、綺麗にしよう。いかんがいいよ、ボール選んで。うわ、やば。かわいい。ボール悪い。ボール悪い。ちょっと眩しかったかな。ある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 。三球目を。眩しいの？やっぱ難しいなジャンピングって。落ち着け落ち着け落ち着け。ああ一番得意。ほんまか？ナイト。よっ。うますぎ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃうまい。俺持ってんのヘディング。持ってんのヘディング。びっくり。自分が一番俺に喜び来たけど別に俺味方ではない。めちゃくちゃうまな。ワンペルシーや。ワンペルシー。え、ちょっと待って。おるな。試合で決めたことないぞそんな。いや、ボレーであれ決めたかったな俺。あんま嬉しくない。ちょっとボレー恥ずかしいな。落ち着けて。ジャンピングやで。いや俺ヘディングだから。ラスト普段することないもんな。うん、普段すんな。これ1点取ったら相当でかいよ。そうないね。なかなかね、むずいし。無理カカット。それは無理や。次誰。何点。1点でかい。マジでかい。俺はでかいと思う。ガクだってクロスさん。誰ケオ。ジャンピング。見てた。いやーちょっと見てよかった。頭が決めれる気せんもん、あんな。OKOKOK。 低めでもいいよ。えっ、入ってはない。お前何言ってんの。切りすぎやろ。やばい、もう2本消化した。いくいくい。 OK 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 OK。 行こう。うわ、今の決めたかった、マジで。あいつちょっと球質変えてきたんだけど。やばい。ふんわり。うわ、いいボール。おお。なんで生きんねん。合ってない。ちょっと生きんな。やばい、ラスト。ほら、だってこれも外したらガクに負けるもん、俺。きつい。ルーレットきつい。キッカー、ケイオです。悪かった。ガクのおごりはなしです。ご飯は食べれます。ごちそうさん。敬語に言うてるけど。敬語ごちそうさっす。
梅谷いるよ、うん、嬉しいな、逆になったら漢字読まれへん、あ、すいません。あ、押せるんや。押せるんすよ。でも、ボンド。終わった。俺好きだわ。ある、中は。それタッチできんの？せいで、うん、A テンこれね。モンドさん。はいはいはい。はい。いや案外ね、これが一番むずい。プレッシャーかけんな、プレッシャーかけんな。はい、グッポ。ツータッチ。ハイグポー、ハイグポー、ハイグポー、全然あれ。ハイグポー言ってたけど。ハイグポー。いや見てないのさっきのだから。一点決めたら。ご飯はないな。うん。そうな。やった。やった。来た。え？うわあ！あ、オッケー、オッケー、オッケー。残念。ゼロです。キャプテン。それもいけない。そうじゃないの。いや、これうまいからね。初めて出た。あ、やめた。保険かけてるかもしれない。いや、ワッキーさんうまいからね。はい。違うよ、足首じゃないよ。足首じゃない。心折れた。恥ずかしいよな。お前も一本も決めてねえだろ。お前も入ってねえだろ。うわつい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 つこれ何本目？四四ね。うわあ！本職はディフェンダー？ね、ディフェンダーです。ディフェンダーか。はい、だからあんま打つことないですね。練習でもないですね。練習ではない。撮影前から言うと、シュート打つときないからな。保険かけてるな。信頼してないな。JD が使わねえか。信頼されなかった。まあでも認めてるから。一番うまいって。ここはね。キックに関して一番うまい。もう一本決めればもういいわけですよ。何でも簡単に言うてんの。はいはい、得意得意。OK。え？え？飛んでた気はするけどね。うまかった今。飛んでます。軸足浮いてたよね、ガク。飛んだよな。飛んでます。あのレフリーいるんで。
え、ガク浮いてたよね。え、飛んだ。はい、飛んだ。絶対。え、これ俺どうなんの。はい、次、はい、お前1点決めたら2点やからもう勝ちや。え、俺でもお前ら全部だから勝ちじゃない。そう、もう勝ちではある。怖い。じゃあ、ほんで巻かれとる。あ、ちょっと1本だけやらせて。あ、なんか引いてくれたからこれで決めるわ。今のやばいね。あ、初めて出るの。初めて出るんじゃん。スパイクだよ、この辺。スパイクだ。でもライナーや、ライナー。スパイクどこに出るの。これはスッとブーツです。炎上くんのとこで帰るんで、あのインスタフォローしてあげてください。イエーイ。オッケー。でも俺勝ちです。あ、上がったよね。ゴースゴース。じゃあ俺らが抜け、もう勝ち抜けであのご飯をいただけると。もう1本ずつ行こう。ケイゴから。もうこれどんどん1本どん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 行こう。あと30決めた勝ちが。30分いってるよこれ。バッコ行こう。え、待て。まちゃん。まちゃん。めちゃくちゃ綺麗やった。今のよく止めた。今あのバウンドするタイプのやつだな、むずいの。え、当たった？どんどん行こう、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 どんどん行こう。ほんまに。まちゃん。詰めてるわ、詰めてるわ。まちゃん、まちゃん。なんでインサイドでかかるから、つま先伸ばせって。ちょ、こうやってるから。こうやってるから。やりたい。よし、いいよ。おめえ練習しとけばよかった。今絶好なんだ。おお。これやったことある俺。サッカー人生で。やばい。さらされてるわ。心が持たんぞ。これは。心が持たんよ。この企画で俺の足首が多分もう限界値を迎えてる。
何してんの？これハンドだよ。ハンド。ハンドやん。もう笑って。体柔らかすぎやろ。首も曲げるかも。あ、南雲学。よしよしよし。あ、でも出とったけど、しょうがないわ、ほら。終わらんな。なんで止めんな。泣き。あ、はい、はい、終わります、終わります、終わる、もう終わる、さすがに。まあ、ここでね、俺が勝ってもなんかあれやし。ミラーズのエースストライカー破れる。あのジャンピングヘビー、あのジャンピングヘビー、いろいろとも確かに行った。調子すぎじゃない？あの三本目やばかったじゃん。ミラーズ調子。ちょっと小さくて首もちょっと痛い。あれもスローモーション。三回ぐらい投げるやつ。あたした。はい。ってことで負け。負けです。吉野行きましょう。高級イタリアンで最後だ。何でもいいけど。はい、ということで、僕が全員分をご馳走します。あの一品の戦いですからね。あ、これほんまに難しい。むずい。だって分かったやろ。いや、しかもルーレットだしね。どうやって楽、お前変人決めると思った？思わない。めちゃくちゃうまかったけどね、あれ。初めてあんなうまく決めたの。びっくりしてる。自分が一番やねん。ケイコの方に行ってたもん、こいつ。びっくりしてる。試合中の点決めた時みたいな。ケイコのクロスの方に行ってたよ。カメラ見て。すごい。はい、てことで、まあ、やっぱり、ジェニーガーはすごいです。どこがすごいの、お前。5本中1本でどこがすごいの。誰でも頑張ってください。はい、頑張っていきましょう。サンフレッチェ広島の野田学人選手と、岩手グルージャー森岡の脇本光成選手でした。ありがとうございました。そしてまっちゃんもありがとう。さよなら。